ヘルマン・バインブーフは、ドイツ、バイエルン州ベルヒテスガーデナー・ラント郡ビショフスビーゼン出身の元スキージャンプ選手、元ノルディック複合選手、指導者。1980年代に活躍した。1978年と1979年のノルディックスキージュニア世界選手権で、個人戦金メダルを獲得。1982年、ノルディックスキー世界選手権では、 団体戦4位となった。1980年のレイクプラシュットオリンピックでは、複合とジャンプに出場、ノルディック複合個人16位、スキージャンプ90メートル級48位となった。4年後の1984年サラエボオリンピックでは、個人8位、同年の1984年、ノルディックスキー世界選手権団体では5位となった。1985年、 ノルディックスキー世界選手権では、個人、団体の2冠、1987年、ノルディックスキー世界選手権では、個人戦同メダル、団体戦では2連覇を達成した。1988年カルガリーオリンピックでは、個人戦29位。ノルディック複合、ワールドカップでは1985から1986、シーズンに4勝を挙げて、総合優勝。 1984から1985シーズンと1986から1987シーズンも総合2位となった。通算7勝。ホルメン高連大会では1985年と1987年に優勝し、1987年にはホルメン高連メダルを受賞している。現役引退後はドイツスキー連盟のコーチとなり、2006年からは、 複合ナショナルチーム監督を務めている。父親のヘルムート・バインブーフは、ドイツスキー連盟の事務局長や、スポーツディレクター、国際スキー連盟のノルディック複合責任者などを務めた。ありがとうございます。